はい、どうもおはこんばんちは、ウエスタン木村です。今日はですね、テクニカルバトルヤケサですね、こちらの極みの方を攻略していきたいと思います。では早速パーティーですね、見ていきましょう。リーダーですね、ハンマージョセフですね、愛をつけてます。まあ、リーダースキルがですね、攻撃力 40% アップっていうので、つけてます。そしてメインアタッカーの開口旦那、悔しいが ATK 近距離 ATK ブーストですね、タルカスのアビリティですね。そしてファイヤーボムもつけてます。そして、イーギーですね、これは完全に、先導要員です。先導と愛をつけてます。そしてサブに、ワムを入れてますが、これも育成枠ですね、喧嘩と愛をつけてます。そしてフレンドにはウンドゥールをつけてます。もう完全に、自分のパーティーだけでやってます。では、始めますね。もうほとんど CS 連打ゲーになってます。さあ CS をしてもう即スマッシュ、いやファイアーボムですね、ファイアーボムで終わりです。さあ第2ラウンドも始まりました。カットイン時代がね、もう先導だけなんで楽しみにね進めると思うんで、なかなかいいかなとは思ってるんですけど、まあ高速周回の方は本当に先導も何も使わずにやってるとは思うんですけどね。私はそこまで強くはないので先導にというか CS に頼っています。はい、2ラウンドクリア。最近はね、色テクバの方で極上が追加されたんで、ヤケザーの方も、極上が追加されるのかなとか思ってたんですけど、追加されませんでしたね。まあ、おかげで周回自体が早く進むのでいいかなとは思ってるんですけどね。まあ、極上追加楽しみに待ってたいですね。はい、3ラウンドの総演ですね。もうこれも面倒なんで CS でいきます。はい、最終ラウンドですね。ドーンで、はい、終了ですね。そして4ラウンド増援。はい、走行しているうちにこれで最後ドーンで終わりですね。はい、終了しました。まあ割と早く終わってるんじゃないかなとは思いますかね。まあこんなもんじゃないでしょうか。まあこれで周回頑張っていきますんでよろしくお願いします。ではですね、最後まで見ていただいて誠にありがとうございます。ではまたどこかでお会いいたしましょう。ではラサバタイ。